いやー、お待たせお待たせ。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオダマキ。でも、みんなからはポケモン博士と呼ばれているよ。ポケットモンスター、すなわちポケモン。この世界にはポケモンと呼ばれる生き物たちが、至るところに住んでいる。我々人間は、ポケモンと仲良く遊んだり、助け合って仕事をしたり、時には力を合わせて戦ったりしながら一緒に暮らしているんだ。しかし、我々はポケモンの全てを知っているわけではない。ポケモンの秘密はまだまだいっぱいある。その秘密を解き明かすため、私は研究を続けている。まあ、そういうわけなんですよ。うん。ところで君は？男の子？それでも、女の子？ちょっとも、時間ももらっていいですかね。なんかな、久々に起動するからちょっとバグって思っとるわ。
よし、やるか。いやー、お待たせお待たせ。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はダマキ。でもみんなからはポケモン博士と呼ばれている。ポケットモンスターすなわちポケモン、この世界にはポケモンと呼ばれる人たちが至る所に住んでいる。我々人間はポケモンと呼ばれる人たちが。何もおかしなかったんさっき。だから俺が A ボタン連打するの早かったから、なんかメッセージボックスが出なかっただけやん。そう、それだ、たったそれだけのことやん。何がおかしかったんやろ。そうか、君がミシロタウンに引っ越してくるモコウ君だったのか。なんか遅くね、でもこのゲームちょっとなんかもっさり感があるよね。若干もっさり感があると思わないこれ。まあいっか。あ、女にすりゃよかった。いやでもまあいいや、ちょっと今日なんか今回はちょ気分変えてやっぱ男でいこう。なんか今回ほんともう、なんつだろう、この主人公に感情移入したいから。まあ普通女でやるけどな、俺は。何すりゃいいんだっけ、これ。え、これ何すればいいんだ、これ次。あ、なるほど、こうやんのか。髪の時計が止まっているので時間を合わせておくと。今何時？9時やから。9時、まあ19分、まあ20分ぐらい。まあ、ちょっと早めに設定しとくか、じゃあ。いやー、まあ、言うて俺もほんと最近ね、まだ一人暮らし始めましたからね。オッケー。あのね、ここから先の道路草むらに入ると野生のポケモンが出てくるの。自分のポケモン持ってないと危ないの。だからなんやねん、素手で戦ったらええやん。いや、今ちょっとなんかラグがあった気がしたから、再送しました、画面を。あー、フィールドワーク。野山へ出かけること、へぇー。だって野生でさ、この時点で出てくるやつなんて体当たりしか使えへんやん。噛みつくとかしてくるなんて危ないけどさ。いや、どうしよう、やっぱ遥かにしたかったな。ほんのに、いや、一回男で、男でいいや。何？俺、どっちなんだ？確かルビー、小学校の時にルビーやった、ヒリかな、多分。だからもうほとんど初見に近いよね。初見実況に近いものがある、やっぱり。え、あなた誰なの？あなたがもう、そう、今日引っ越しだったの？これなんかちょっとエロゲっぽいな。エロゲとはいかず、なんかギャルゲっていうか。あ、私ったらモコワ君と初めてお話してんのに何言ってんだろうてぇあ、いけない。私のダスさんを出てたやつする。でも完全になんかヒロインやもん、なんか立ち位置的に。いや、やっぱ神ゲーだな、これは。ゲームボーイアドバンスなってもらってる。あー、あるある。ねえ。ねえ、あの女の子自分の家にね、勝手に入られたことよりもね、
初めての人とお話ししてるってとこに驚いてるからね。なに、怖いポケモンの声が聞こえてきた。マジでちょっと潰すか。来たー。おー、おたまき博士大丈夫か。博士大丈夫か。博士大丈夫。さあ、ちょっと何するかな。どうしよう。ここはもうなんか普通に決めたい。いや、まあ、いっか。アンカーで決めるか。せっかくだからな。アンカーっていうか。アンカーでいっか。じゃあ、まあ、アリーナ席の、てか、もうこんなコメント数入れんのや。おかしくね、もう。あ、でもまだ30分経ってない。そしたら、3600万でいいや。ちょっと早いところで。キモリ。3600万キモリだな。いやもう何やっても一緒やろ。だって、お、動いてる。キモリ来たー。畑、いや結構持っていくな。しかも、え、草って弱いか。草タイプってそんな弱い？え、何がエフェクトおかしい？え、な、何がおかしい？いや、おかしくねえだろ。おたまき、さて、モコくん。君のことは父さんからいつも聞かされていた。君はまだ自分のポケモンを持っていない。オッケー。まあ、キモリをゲットして、さあ、ニックネーム、じゃあ、次は、立ち見えの1800番。1800番で行きましょうか。だから、立ち見え、来る。ちょっと待ってな。なんか、パソコンが重いんだよな。割れ中。わってどこにある？あった。わ。割れたち。割れ中。これからさらに経験を積んでいけば、いいトレーナーになれそうだ。ちょうどうちのハルカも私を手伝いながら、ポケモンの調査をしているんだなぁ。会いに行ったらどうだろう。いやぁ、いいっす。いやぁ。もう一回会ったっちゅうねん。よし。ハルカの家を金にするして。さあ行くか。俺の冒険が、いよいよ始まるわけだな、こうやって。とりあえずモンスターボールがやっぱ欲しい。ちょっと待って、メッセージが遅いな。ちょっと待って、設定で早い、見る、まあ、入れ替えでいいか。サウンドはどっちでもいい。ウィンドウ変えるか。ウィンドウどうしようかな。これ、お、なんか結構多彩。お、なんかこれが、もうこれでいいや。あ、LR にするか。その方が片手でプレイしやすいよな、この。あ、ゲームアドバンスの形状がね、やっぱ結構独特だから、じゃ、それにしようか、設定。そうだった、そうだった。こっちの方がやりやすいわ。おお。あ、ポチエラ。おお、レベル3。あ、しかも割り中やってたよ、く見たら。え、なんで誰も言わないの？なんで誰も言ってくれへんの、これ。気使えんかった、まったく。もうええもん、これで。はい。おお、いいね、いいね。
これ多分ね、なんか経験値が溜まるゲージみたいなのって、これ金銀からやったっけ？そう、すごいいいよな、これ。あ、どうしよう。ライバルか。来た、神曲来た。神曲来ましたわ。あちゃん。まあ、ちょっとやばい、これ勝てないかも。はたく連打でいくか。急所いけ。ああ、硬い。これやばい、負けるかも。急所、急所、急所。あかん。嘘。え、なんでや、お前。空気読めよ。一回ぐらい泣き声とかしてこいよ。はぁ、あ、嘘やろ。私お金減ってるし、これな。しっかりとこれガンガン半額持っていかれてんねんけど、最初3000円なはずやんな。ポケモンって。最初の小遣い。いや、もうゲームオン、ちょっとこれが限界では、あ、いや、もうちょっと。ちょっと待って、ゲームオン。ゲームオン。これぐらいでいいか。ちょ、マイクが直美容になるんで。弱くね、なんか割中。体力満タンで挑むべきやった。てか、傷薬持ってたっけ？この最初の1500円の出費はでかいよなぁ。あ、ちょっと性格とか見てみるか、じゃあ。どうよ。いじっぱりってどう？いじっぱり、まあ普通か。え、この時代って、この時代って、なんかタイプ別やったっけ？それとも技ごとにあったっけ？あ、草はもう全部特殊か。そう考えたら、ちょ、割とゴミな部類かもしれない。割とゴミな部類だな、この性格。いやいや、もうさ、やっぱなんか、厳選とかしたくないもん、俺。そういうのからね、俺、ポケモンを救ってあげたいと思ってるんで。厳選とか反対派なんだよ、自分に。おー、ちょっとお前、服、おい。おい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 。やっぱり減ってる。どんだけ巻き上げられるの俺。いや、でも違う違う、あの急所とかそういうのがなかったら、お互いが満タンな状態でやれば 100% 勝てるはずやのに。あの、こっちの方が早いから。あ、ケムッソ、あ、懐かしい。ケムッソとかさ、もう誰も覚えてへんやろ、こんなポケモン。うわぁ、ケムストちょっと捕獲したいな。いや、ちょっとこいつ倒して、じゃあちょっとレベル上げとくか、じゃあ。あー、そうだ、オッケー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 。でもこいつが何に進化するかすらもう知らないので。OK。あ、これで多少まあ楽になったわな。スイートロー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあでも、はるか。